い、こんばんは、エドワルです。知ってますこちら。僕の同級生ですよ僕の同級生がなんと僕に会いにこのフィリピンマニラまで来てくれました。来ました、イエーイ嬉しいですね今ちょっと一人ね作業中なんですけどね、ちょっと背中で語るタイプなんで今回3泊4日の予定で来たんですよ。11年で来たのよ、ね、これがすごくない、ね、なかなか来れんで11人で家族で来てる人らもおったしね。でも全員ね僕の同級生で僕に会いたい言って来てくれたんですけど、火山が噴火しましてね彼らの便がねキャンセルされまして、だからその噴火した時もうちらちょうど岡田マニラおってねカジノしとったのよねカジノした、まあカジノするのもいいけど噴水ショー綺麗かった。あれはなかなかね、みんな動画撮っとったもんね、うん、ミントそうそうそう、画面で撮ったのかな画面で、ほとんど画面で、あの時になんか子供らが見たのよね、雷を。あ、そう、聞いた？いや、聞いてないそれは。ボルケーノで、うん、の方でなんかほら雷鳴っとったっていうのも後々ニュースでやっとったやん、うん、あれ子供ら見とったらしいで。ああそうなの、あっちで雷鳴ってるみたいな。だからあの時にはもう噴火しとったのよね、うん、ああっていうことだね、 そういうことね、うん、でその後にね外歩いとったら なんかそう雨かなっていう、え何これって、うん、火山灰が降ってきた言うて、そうそうそう、で周りがボルケーノボルケーノって言い出して嘘やんって。でちょっとねインターネット調べたらどうやらフライトがキャンセルされてるとうちらどうなんのってなって、フライトの5時間ぐらい前にキャンセルされたとまあでもこのメトロマニラ内は別にそんなになんともないんですけど、ニュースってすごいね、すごい、ほんますごい。あっちの方はタールボルケーノのあたりの街は火山灰だれ、車ももう雪降ったかのように、うん、そうそうそう、もうすごかったねあの車、うん、写真撮ってたもんね、うん、撮った。なんかさっきから雷がコロコロ鳴ってない、うん、ちょっと不安で不安で、しかもさ雷鳴ってんのに晴れてるし雨降ってないし、うん、1時間前ぐらいのニュース見てたら噴火の可能性がまだあるっていうのがやってたし、うん、今さっきのニュースでもマグニチュード 4.1 だったっけ、うん、4.1 の地震があったって言ってるからこっちの2人不安で不安で、うん、今回の地震が40何年ぶり、うん、噴火か、うん、そんなタイミングで来る、たまたま来て火山噴火して飛行機飛ばへんなんてことあります？あるんです今回さ、こう、まあ、初めて来たやんフィリピン、うん、事前なんかいろいろ調べた、いろいろ調べたよ。それ危険とかって言われるやん、想像してたよりは、まあ、危険でもないし、うん、危なくもない。スモーキーマウンテンとか行っても、うん、別に人は別に何もしてこへん、うん、してこない。思ったのがよく YouTube とかで、まあ、こんな風にされますよとかって見たりするけど、うんうんうん、その人たちが何かをするから相手もしてくるんちゃうかなって、あーふっかける感じで、そうそうそう、喧嘩売ってる、うん、で売られたみたいな感じ、うん、それを YouTube とかで載せてるんちゃうかなって、なんていうの、再生数とか稼ぐためにね、うん、やってる人は多いだろうね。そう、実際のところはそこまで、まあもう一個言われたのは時計とかをしていったら危ない、その時計取るってだって結構なことよ、ね、結構そもそもがどう取るんだろうな、ベルトをさ手出してでこうやらんと取られへんから、うん、そんないわね、うん、スマホポケットが取るっていうならまあわかるけど、うん、いやでもそうや、なんかやっぱりそう大げさよね。実際に来てみてわかることって多いかな、うん、あるよね、うん、メディアの洗脳みたいなあるよね、うん、ある貧困みたいな危険とか、そうそう、もう、だもう一部しか映してないから、もうそれしか見てない人はもうそういう頭で洗脳されて、うん、実際はっていうところよね、うん、実際は全然そんな
まあ明日もね一応ね空港まで撮ろう思ってるんですよ、彼らがチェックインできるかまでやろうと思ってて、これできませんでしたってなったらえらこっちゃな、ほんま。まあ、でも、もしも明日ほんまにキャンセルになったらもう、うん、もうええよね、もう諦めるやろ、もう諦めるしかない、もうええわ。もうおはようございます、朝です。飛行機飛んでるやん、そこ、はい、どこのセブパスフィックかな。今日ね、僕の友達11人が日本に帰るんですけど、あれセブパシフィックやな。じゃあ飛ぶかな。マニラ空港到着。到着。今日どうやろうな。今日飛ぶかね。はい。今日は飛ぶんちゃうかな。でも朝飛んでたよな。あ、飛んどった。ホテルから。夜も飛んどった。飛んどった。ならまあ飛ぶんちゃう。飛ぶ。とりあえずみんな上おるから上行こうか。行こう。はい、みんな何とかねチェックインできました。よかったね、帰れそうやな。すごい安心、めっちゃ安心。どうなるか思ったけど、けど帰れるとなるとちょっと寂しいなみたいな。じゃあ皆さん気をつけて、グルメをグルメをマジの最高見せてくれ出た。じゃあみんな気をつけて、はい、ありがとうございました。今から噴火はないと思う。 OK、 じゃあ無事に帰りましょう。じゃあまた会う日まで。じゃあね、ありがとう。これ今どっちやろ。あ、バイバイ。あ、これあれよ、あのエクスチェンジの両替のやつ。あ、バイ、気をつけて。あ、こんなところまだおるわあれあれな、バイバイ。これで多分みんな帰れるでしょう、そう願いましょう。結局2日間延長したからね、彼らここフィリピンのステイ大変ですね。まさかこんなことになるとは誰も思わず。じゃあバイ。